今回は一番相談が多いのがですね、膝が痛いなんですよね。ちょっと参考になるお話をしたいと思います。年齢とともにですね、膝にくるとか水がたまるとか、歩くときにこうカッコンカッコンするとか、正座ができないとか、もう歩くのに気象がきたすとか、いろいろ言われてますけど、実はですね、筋肉が落ちて膝の痛みってくるんですね。それとコラーゲンがなくなっていってるんですよ。自分で研究してコラーゲンをあまり食べてるからかもしれませんけど、ヒールが履けるぐらい膝の痛みは今ないんですね。一番おすすめなのはですね、私はストッキングを20歳から履いてるんですね。段階方式のストッキングなんですけど、それで肉が落ちないんですよ。だからそれで膝の痛みもないのかなと思いますけど、このストッキングで伝染しないんで1年ぐらい持てて、なんか値段的に考えては1日10円もしないなというぐらい伝染しないし、膝の痛み取れてくるし、肉はこう下に下がらずに、還暦でもミニスカートを履けるぐらい、あ、20代の時と足の太さが変わらないぐらい肉が落ちていかないって感心するんですけど、それでやっぱコラーゲンを取っていってるんで膝の痛みないんですね。それとやっぱり筋肉をつけることによって膝の痛みって多分年齢関係なくいつまででも正座したり歩けたりできると思うんですね。だから皆さんにおすすめなのは、私はストッキングは絶対身につけられた方がいいと思います。病院に行ってコラーゲンに膝を注射打つよりも、いろいろなこう治療するよりも、薬を飲むよりも、ストッキングっていうのは副作用もないですし、おしゃれにもなりますし、そうやって足の肉を上げてくれますから。で、次がやっぱコラーゲンを取ることですね。私が売ってるから言うわけじゃないですけど、コラーゲンは年齢とともに少なくなってきますから、コラーゲンが少なくなってくると膝にやっぱり注射をしないといけないぐらい年齢的な必要になってきます。それとやっぱ歩くことなんですよ。筋肉が落ちていくとどうしても膝がカックンカックンになったり、膝のこうすれが起きてきますので、歩くことをおすすめします。膝が痛いから歩けないって言われるかと思いますけど、痛いから歩くんです。歩けなくなるとどうしても膝が余計に動かなくなるんです。動かないところから私たちっていうのは痛みとか老化とかしてきますので、だから人間の体って手も足も動かしていって、日常を自分の生活をしていって、もうじーっとしてない人っていうのは意外と健康なんですよ。だから動かさなくなると、そこに気象が来たすって覚えておかれるといいと思います。だから私たちの膝だけじゃなくって、もう頭痛だったり、まあ、腰の痛みだったり肩の痛みだったりというのはもう全部運動不足からです。だから日常的に家のことだけをしていたら痛みが来ないかじゃなくって、年齢とともに動いていく数は多くなると覚えておいてください。過酷になると思わずに、それがですね、理にかなってるんですよね。食べ物を年齢とともに気をつけていく、運動を年齢とともに気をつけていく、それで筋肉を年齢とともにつけていく、これが一番膝にはいいんじゃないかなと思います。またねー。